ビナーデオは、イタリア共和国北部、ピエモンテ州クーネオ県にある、人口約600人の基礎自治体。ビナーディオ中心部トリノからは南西へ 100km、県とクーネオからは南西 30km の場所に位置する。アルプス山脈の南西部、アルピマリッティメアルピマリッチメの山々に抱かれ、シュトラディデモンテ川が開いた谷に、中心集落がある。フランスと国境を接しており、 オクシタニアのイタリア部分を構成する3つのコムーネの1つである。ボーニー・リビネディオには温泉地があり観光地となっている。隣接するコムーネは以下の通り。括弧内の FR-06 はフランスのアルプマリティーム県所属を示す。地震分類イタリアの地震リスク階級では 3S に分類される。ビナーディオには以下の分離集落がある。 分離集落サムアンナにある同盟の境界道、サンツアリオディサニアンナは1681年に建てられたもので、ヨーロッパのキリスト教神貢献で最も高い位置にある境界道である。フォルテ・アルバティーノはサルデーニャ王国が19世紀半ばに建設した要塞である。軍事的な施設として、また標高1200メートルの山岳部に建設された巨大建造物として、 特徴的なものである。1834年に建設が始まり、2年間の中断を挟んで1847年に完成した。3層構造となっている城壁の総延長は1200メートル、堀の総延長は10キロメートルに及ぶ。第二次世界大戦中には米英軍による爆撃も受けた。2000年に修復が終わり、現在はツーリストセンター。 文化センターとなっている。2003年、町が 2CV ともの海世界大会のホストとなった際には、この要塞が会場となり、世界各国からおよそ7000人が集まった。ありがとうございます。